皆さんこんにちは。ギタリスト渡辺和美さんが2024年2月意識障害を伴い脳幹出血で緊急入院したことが分かりました。関係者によれば予定されていた全てのアーティスト活動を中止とアナウンスし治療に専念いたしますとしています。その後入院中の渡辺和美さんの近況が伝えられたといいます。ぜひ最後までご覧いただきコメントいただけると嬉しいです。公式サイトでは渡辺和美は2024年2月27日軽井沢の自宅にて倒れ緊急入院いたしました。精査の結果意識障害を伴う脳幹出血と診断され医師の診断に基づき本年度予定されていた全てのアーティスト活動を中止し治療に専念いたしますと報告しました。続けてご家族は献身的な介護を続けており静かな環境で皆様に見守っていただくことが本人の一日も早い復帰へつながるとの思いでおります。また現在もご家族のみ面会可能な状況から取材等はお受けいたしません。プライバシーにご配慮いただき渡辺和美復帰の日をお待ちいただけることを願っておりますと記しました。公式サイトではファンの皆様関係者の皆様にはご心配をおかけいたしますがご理解のほどよろしくお願い申し上げます。状況に進展あり次第オフィシャルウェブにてご報告いたしますとしています。渡辺和美さんはこれまでどのような活動をしてきたのでしょうか。渡辺和美さんはジャズギタリストで専属学園音楽大学の特別講師も務めていました。ギタリストの中村貞則氏は師匠にあたります。東京都渋谷区宮益坂交差点のタバコ屋に生まれました。音楽との出会いは小学2年生から始めたピアノ・オルガンの稽古でした。父がチャップリンの映画音楽やルイ・アームストロング、ラテン音楽などが好きだったことも影響しているといいます。中学2年でベンチャーズに興味を持ち、初めてギターを手にした。とされていますが、実際は小学校6年生の頃に道玄坂にオープンしたヤマハミュージックに毎日のように通って弾いていたそうです。小中高の先輩に元冬樹さんがおり元冬樹さんが弾くエレキギターが生で聴く初めてのエレキの音だったといいます。その後ジャズに興味を持ちヤマハ音楽教室で中村貞則氏に学び始めました。ハイカラビデオ1971年17歳でインフィニットを発売しデビューします。その卓越したギターテクニックで17歳の天才ギタリストの出現と当時騒がれていました。渡辺貞夫さんらトップミュージシャンのグループに在籍していました。さて、日本人の三大死亡原因の一つである脳卒中。脳卒中には、脳の血管が閉塞する脳梗塞のほかに、様々な理由で血管が破れてしまう脳出血も含まれています。この脳出血が原因となり、毎年3万人を超える人が亡くなっていると言われています。しかし脳出血を起こした人は必ずしも出血してすぐに亡くなるわけではありません。初回の脳出血を起こした後社会復帰できるまで回復する人も当然おられます。ところで渡辺和美さんのプライベートや家族が気になる方もいらっしゃるでしょう。調べてみたところ渡辺和美さんの奥様は谷川紀美子さんという方です。谷川紀美子さんは大妻女子大学短期大学部英文科卒業後ピアニスト、作曲家、プロデューサーとして活躍しています。谷川紀美子さんは、5歳からクラシックピアノを習い始めており、7歳の時には作曲もしていたそうです。1980年に大学卒業後は、三井物産に入社するものの、2年後には音楽家を目指すために退職し、自分探しのため、アメリカに渡ります。帰国後の1984年には、過去高しピアニスト、作曲家さんに弟子入りし5年間修行後1989年に全曲オリジナルによるピアノソロリサイタルを開催しています。その後は演奏活動のほか映像演劇舞踊アートとのコラボレーションや舞台 CM 映画などの音楽制作プロデュースまで幅広く活躍されています。1991年に谷川紀美子さんはファーストアルバム「アイレ」を発売しています。1993年にアイレのギタリストとして参加したのが渡辺和美さんでした。
渡辺和美さんと出会った時、谷川貴美子さんはこう感じたそうです。正直、渡辺和美という存在をよく知らなかった。打ち上げの席で和美さんに名刺代わりに「アイレ」を渡して、しばらくして和美さんからアルバムを気に入ったということが書かれたお手紙をいただわけです。そんな流れから「お稽古しましょう」となって、と馴れ初めについて述べたことがあります。ライブに参加するようになった渡辺和美さんに対する印象を谷川貴美子さんはインタビューでこのように話しています。一緒にやるとわかるんですけど、和美さんの本番での瞬発力ってすごいのね。波じゃない。彼はジャズで培ってきた即興性で切り込んでくる。それに対して私はそうじゃないもので色彩を作りたいと、ある種の反発をする。そのやり取りから生まれる音楽のフレーム作りというのが新たな課題となりました、と語っています。そんな渡辺和美さんから刺激を受けて一緒に音楽を築き上げてきたのがわかります。それがいつしかから恋愛感情にも発展していったのかもしれません。ハイカラビデオ。渡辺和美さんにはお子さんがいない可能性が高いと思われます。夫婦ともに音楽家で、お二人とも忙しい日々を送っているため子供はいないのかもしれません。さて、冒頭の通り、渡辺和美さんは脳出血で今年倒れました。その後の近況を奥様である貴美子さんが語っています。まず、意識が戻ったことをネット上で伝えています。谷川貴美子さんは2024年7月11日自身のノートで、ギタリスト渡辺和美の今からその2と題し、70歳の赤ちゃんが目覚めましたと報告しました。私がわかるの。目に涙をいっぱい浮かべて首を縦に振り、精一杯のうなずきを見せてくれた瞬間の気持ちを何と言い表せばよいのかと目を覚ました状況を綴っています。谷川貴美子さんはその時の状況について、本当に認識しているのかどうか確証を得るまでイエスとノーだけで返答できる問いかけを何度か試みると説明します。渡辺和美さんの左手の指先が動き、手を握ると強く握り返すなど反応があったと伝えました。脳幹出血で倒れて緊急搬送された日からちょうど2ヶ月経った日の午後のことでした、とし、奇跡は起こるのですね、とコメントしています。多くの人が心配した中で報告が今に至ったことについて、実はたくさんの課題に立ち向かい、一旦思いに区切りをつけてやっとのことで、感謝とともにお伝えすることにしました。意識が戻ったことだけでも教えてほしかったとお叱りを受けるかもしれませんね。どうぞどうぞお許しくださいと綴っています。意識が戻った後は回復期リハビリテーションに特化した病院に転院し、現在は自発呼吸をしながらリハビリ期間を過ごしているとのことです。いかがだったでしょうか。今回は渡辺和美さんについていろいろと調べてきました。名実ともに日本が世界に誇るトップジャズギタリストです。1979年坂本龍一さんと結成した伝説のオールスターバンドキリンを皮切りに、 YMO のワールドツアーへの参加が和美の名を世界的なものにしてきました。積極的に活動を続けてきた中での突然の病、まさに青天の霹靂だったことでしょう。一日も早いご回復をお祈りするばかりです。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。